皆さんこんにちは。こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は小学校6年生の算数対称な図形3回目の内容です。この時間は線対称な図形について学習します。前回の復習です。線対称な図形は対称の軸で折ったとき重なり合う点を対応する点、重なり合う辺を対応する辺、重なり合う角を対応する角と言いましたね。それぞれが等しかったことも覚えていますか？では教科書の15ページを開き、ノートを用意しましょう。図形を自分で紙に書き写し、切り取って利用してもいいですよ。三角定規とコンパスの用意もしておきましょう。用意はできましたか？ここに六角形の線対称な図形があります。今回の課題を読んでみます。右の図は線対称な図形です。対応する点を結んだ直線は対称の軸とどのように交わっているか調べましょう。一時停止を押してノートに課題を書きましょう。今日の目当ては対応する点を結んだ直線と対称の軸との関係を調べることです。早速調べていきましょう。まず直線 BF と対称の軸 AI はどのような関係でしょう？自分の考えをノートに書いてみましょう。書けましたか？直線 BF と対称の軸 AI の交わる部分は直角ですから、そうです、垂直です。垂直に交わっていますね。では直線BG と直線 FG の長さを比べてみましょう。コンパスを使って確かめて考えをノートに書きましょう。書けましたか？直線 BG と直線 FG の長さは等しいですね。対称の軸で折ったときぴったり重なりますから、直線 BG と FG の長さは等しくなりますね。それでは点 C と対応する点 E を結んで同じように調べましょう。一時停止を押して考えをノートに書きましょう。皆さん、ノートに考えを書けましたか？直線 CE と対称の軸 AI は垂直に交わっていますね。交わる点から対応する点までの長さは等しいですね。できましたか？では今日の学習をまとめます。線対称な図形では対応する点を結ぶ直線と対称の軸は垂直です。また交わる点から対応する点までの長さは等しくなっています。皆さんも一時停止を押してノートにまとめの言葉を書きましょう。書き終わりましたか？
まとめたことを活用してみます。教科書の図に点 H に対応する点 I を書きましょう。どのあたりになるでしょうね。正確な位置を知るにはどうしたらよいでしょうね。対象の軸と直線 HI が垂直になることを利用して、対象の軸と垂直な線を点 H から引けばわかるかもしれませんね。では垂直な線を引くには何を使ったらよいでしょうね。一時停止を押して教科書に書き込みましょう。できましたか？対象の軸と垂直な線を引くには三角定規を使って正確に書きましょう。今引いた直線と辺 FE との交点が点 I です。線対称な図形です。対称の軸と点 A に対応する点 B を書きましょう。一時停止を押して教科書に書き込みましょう。このようにできましたか？対応する点を結ぶ直線と対象の軸は垂直になることを上手に利用できましたね。それでは今日の振り返りをノートに書きましょう。分かったこと、気づいたこと、もっと考えてみたいことなどを書くといいですよ。これで今日の学習を終わりにします。またお会いしましょう。